著者にとってね、最初の本っていうのは本当に、大事なことですし、それから編集者にとってはね、著者が、デビューした本を出すってのは本当に最高の栄誉なんだと思うんですけども、高坂本さんのですね、東大8年生、徳間書店から出てるんですが、これは本当に素晴らしい本であると同時に、それをね、発掘した編集者の方も素晴らしい方だと。高坂本さんは今、プロサッカー選手に語学を含めた様々なコンサルティングをしている方なんですけど、ここ鳥取市、出身ということで、で高坂本さんはですね、まあ、東大8年生っていうタイトルはご自身で選ばれたんですけども、8年間東大に在学しながらいろいろ勉強されて、で例えばメキシコ行ったりブラジル行ったり様々な経験積まれて、それから途中ですね、その鳥取市内で、学習塾のようなスペースを作られたんですけど、まあ、それがですね、まあ、なんていうかな、そういう全ての経験がこの東大8年生という本に結実してまして、で今初めて訪れるんですが、その高坂本さんがですね、学習塾で来た場所がここなんですね、鳥取コーヒーロースターってところなんですけど、高さん来ましたよ。ただですね、今日食べ屋の途中で時間がないんで、なかなか中に入ることができないかもしれないんですが、すぐにも戻って講演会に行かなくちゃいけないんで、鳥取コーヒーロースターここでございますね。これ高坂本さんが、学習塾をされてたということでございます。なんか店内こういう雰囲気ですね、フライデーなんとかって。でこのコーヒー鳥取コーヒーロースターの仲間との出会いとかも含めて、その東大8年生には書かれてるんですけど、一番最初第一の章にその、東大の恩師の方の授業の話が出てくるんですけど、それが本当に素晴らしくてですね、そこからもぐいっと心をつかまれて、その後のメキシコでの体験とか、まあ、文章力が素晴らしいんですね。だ僕が編集者だったらもう高坂本さんに絶対に原稿依頼に行しに行くだろうっていう、それぐらい素晴らしい、原稿なんですけど、今旅ランの途中で、これから午後講演会があってですね、とりあえず店の前まで高さん来たぞということで場所教えていただいてありがとうございました。ということで鳥取コーヒーロースター、素晴らしいお店だと思うんですけど、入らずにまた走りながら行きますけども、高坂本さんの東大8年生、本当素晴らしい本なんで、ぜひ皆さんご覧ください、お読みくださいね。この著者を応援したいって気持ちになるはずです。そして編集者の皆さん、高坂本さん間違いなく文章力のある方なんで、ぜひ本を依頼してみたらどうでしょうか。ということで再び国道なのか県道なのか分かりませんが戻りました鳥取から鳥取コーヒーロースターの前を経由して、高坂本さんの東大8年生のブックレビューでした。素晴らしい本です。今すぐ Amazon でポチッとな、徳間書店から発売中です。